か返そうもさっぱり活躍できなかった。来てる来てる、ゆっくりだよゆっくり、ダメだよ、落ち着いて落ち着いて、ほら返した、暗くて見えないんだから。ちょっと待って待って待って、エイだエイ、返した、エイだエイ、ちょっと待って、エイ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 、もうそのままいけるわ、お前だったらいける。全然釣れない初心者釣り師、アッパレ熊本です。今日は久しぶりに泳がせ釣りにやってきました。アッパレ釣り部といえば泳がせ釣りでエイですか。久々にやりますよ、エイをハントします。ヒラが働いてるんです。サッパレ釣りやってます。よろしくお願いします。映像部長、はい、つけましたよ。すごい、すごい、熊谷さん。サッパ釣れましたよ。サッパ、あ、で、そこだ。新鮮な空気で元気に泳いでてくださいよ。平野和美部、部長じゃない、元部長の平野和美の竿に札幌ではありえないぐらいこう回ってますからね。何か来てますね、これは期待できますよ。来たんだ。いましたね。エイハンターナンバーワンです。こんにちは、モンテツです。今日はヒレを取りに来ました。エイのヒレを釣りには来たんですけど、なんせヒレが欲しくて来たんで取って帰りたいと思います。そうですね、はい、ぜひヒレを食べたいという人がいますから、ぜひ釣って
えいヒレにしたいと思います。次こそ頑張ります。意気込みが違います、いつもとは。えいヒレを欲しがっている人間がいるんです。その人のために頑張ると。人のために頑張るっていう時はね、やたら力が出るんですよ。来ました、カズピのモアザンに来ましたね。モアザンに来ました。確実に来ました。モアザンに来ました。ライン出ました。あ、いないっすわあ、いない。いない。あ、サッパがちぎられております。食いちぎられております。これは何が食いちぎったんでしょうか。何でしょうかね。歯型で。立ち上がる。分かんないっす。カニかな。え、だって引いたんでしょ。引い出すね、でもね。だから泳いだんだから魚なんじゃない。なのかな。ヒラメだ、その歯型は。ヒラメです。ヒラメの歯型は。さて、熊五郎の竿に何か魚が近づいている気配が感じられますよ。これはこの辺りはでもまだまだ、はい、あ、俺だ、あ、俺だ。カズピの方に来てますよ。これ来ますね。来てます、確実に来た、来てます、確実に来た。タモ、来てます。竿がしなってます。モアザンのパワーで軽々と引き寄せ、いいな。えいですね。あ、じゃあでもえいひれにちょうどいいかもしれない。やったっす。あ、やりますよ。はい。さあ。ミニエイ。得意のエイです。得意のエイが出ました。
土俵の絵来ました。あっぱれ釣り部得意の絵です。今回可愛いサイズですね。いいね。尻尾切れてますね。気をつけてください、はい、尻尾切られてるかもしれない。ただ尻尾ないけどトゲはあるかもね。きた、えい。どうだろう。あ、トゲあるな。うん、気を先抜きますか。じゃあ、ちょっと待ってください。うん、本当だ、トゲがありますよ。トゲ2つあんだね。トゲ2つあんだ。2つじゃない、3つかな。マジでここにあってこっちにもあるじゃん。鉄、はい、トゲ2つ3つあったぞ。マジか。うん、あるある。あ、ほんとだ。気をつけて。あ、わかんだ。今見えました。エイハンターナンバー2。またまた、いいです。釣っちゃいました。え、気をつけてね。気をつけてよ。あら、抜けんの？それ抜けるみたいですよね。うん、気をつけてね。抜けたよね。でも、3本ぐらいあるんじゃないのかな。尻尾やっちゃいますか？尻尾や、切っちゃったらわ。怖いから。しますか。うん、ちょっと待ってください。血なんて誘ったら大変だ。かわいそうに。あ、切っていいよ。わ、邪魔じゃない。俺大丈夫です。マジで。じゃあ切っちゃうよ。出たー。張り切っておりますね。のて処理しちゃいますね、もう。はい。あ、はい。あ、たも、これだけ、一回返しますか。うん、服のところだけ。この辺でいいですか。うん。はい、ありがとうございます。ということで、ちっちゃいかもしんないですけど、エイヒレ持って帰ります。はい、で、車行って先に氷と持ってきます。あ、持ってきたんだ。さすがだね。今日はもう私が釣らなくても誰か釣ると思ってたんで、ちょっと車行ってきます。一番欲しいものが、一番欲しいもの手に入っちゃったんで、もう。もっと沖縄釣れますよ。エイ狙ってるんですか。エイ、まあ、来てもいいかなって。何狙ってるんですか。一番はヒラメ。でもヒラメそんな釣れないから、こっちが。エイを食べることしか考えてないです。干してる姿とそれしか想像できないです。食べると思うともう全然ね。はい、それはいただきます。普通にお魚を処理してるのと同じですね。なんかもうちょいいけつのかな、これ。うん、脇までね。なんかな、今の人なんか言ってたんですか。うん、どうやって釣ったんですかって。あ、お湯忘れです、うん、美味しいんですかって。めっちゃ美味しいですって言いたいですね。めっちゃ美味しい。なんか手慣れてきましたよね、うん、すごい手慣れてる。ちっちゃいからじゃないですか。ちっちゃいから。いや、ちっちゃいからっていうんでもないような気がする。手順が、うん、無駄な動きがないね。でもあれじゃないですか、いつも来るおっちゃんに教えてもらった感じやから。
いやでもいや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 、いいよ天狗、うん、天狗はいい。でもなんかヒレあんまり取れてないような気がして。あ、熊谷さん来てる。おお、めっちゃ来てる。あ、熊谷さん来てる。おお、めっちゃ来てる。めっちゃ来てる。あ、ダメだ。ダメです。オッケー。いいんだよ。カツラ。カツラ。ああ。ありがかりしなかったんだ。こんな状態でした。残念ながら。残念。追い詰められちゃった。ぜひ釣りたいです。俺は FG ノット組み直してますから、ね、やばいよ、時間かかる。やっぱ一番やばい川だ。川はもう今バケツの中に沈んでるんですけど、こんな綺麗な状態になりました。すごいね。そうですね、結構意外と簡単にできました。ほんとだ、してこんな感じですよ。あ、ほんとだ、綺麗。綺麗じゃない。あとは干すだけ、食べるだけですね。どうしたんですか。なんか新鮮すぎて干すのもったいない気がする、ね、いやもうなんかこのままペロンチョいけそうな気がしますよね、だから生でどうですかってちょっと言ってみればいい。ちょっと聞いてみます。うん、すぐだったら生がいけますよって、はい、すぐじゃないなら干したりしますよって。そうですね、うん、そうだよ、生美味しいって言ってたもん。うん、生こそ珍しいじゃん。そうだ、今日あと切ってもらえればまださばきます。なんか今日行けそうな気がする。熊谷さんが釣ります。お前たちは食べたいのか。氷も持ってきてるし、あっちっすね。で、2枚目はっきりいきます。すごいぬるぬるしてて滑っちゃいますね。たたき梅って言ってたらいいんだから。いや、うまいのは分かってもらうよ、もちろん。だから行っちゃえばいいんだ。これ絶品名で、ほらね、うん、刺身なら、もちろん。だから行っちゃえばいいんだ。ほらねえ、うん、刺身なら今夜しかない。そうだ、あ、ダメだ、もったいない。これだから、ほら、今夜がちょっと無理だなってなってたし。梅沿いがいたらもっと面白い家になったかもしれないですね。
ね、はい、いつもいないんで残念なんですけど、やべえの人だもん。俺もそう思った。こんなにイカれてる人間来たかなと思って。やべえの人だって言ったのに。やべえ。なおちゃんぺが。海鳥です。海鳥くん。そりゃ。海鳥だよ。やべえ。やべえ。そういう巣窟だからそういう集団怖え。これが七ヶ浜七ヶ浜スタイル。なるほど。こういうことをする人しかいない。すいません、お疲れ様です。鳥じゃないじゃん。鳥じゃない。全然鳥じゃない。鳥じゃん。ここだ。ちなみにサッパって釣れますか。サッパいるよね。いますよ。一匹とあとゾンビサッパ。ゾンビサッパ。まず釣れないよね。全然釣れない。カズさん何ですか。サッパ。じゃあもういいですか。もうここもうここの針に引っ掛けてもう終わりなんで。ここ角っこ角っこ。もうセット済み。ああ、つけで。いいですか。やったほうがいいわ。これは何。GoPro の。そう、GoPro。これ見えんの失敗。何ライトも良かった。これほら落ちたよ今。ほら角っこが一番釣れるよ。カズさんはこの角っこで釣ったんすね。いや、クマさんビーってなったから。クマさんビーってなったの。でもやっぱりクマの頃は収穫なし。いい絵は撮れてよ。発射、OK、発射。正面にあとはジリジリジリってなのを待つだけだね。ドラグ緩めだ。ドラグ緩めだっすよ、思いっきり。でも簡単に抜けたな。そういう技術があるんだから。あれ、あ、これ来た。やっぱり来た。来た。俺だよね。俺だよね。俺。え？俺だよ、俺。ほら。ほら、胸ぞ、胸ぞ。俺の？うん。もしお、これ着陶できるかもしれないんじゃない。今出てきたっすね。あ、引いてるね。あ、なんだ。あれ、止まったね。止まる時ってありましたっけ。吹けてんね。でも糸吹けてる。少し張ってたのに。でもこっからですよ。じーって一回で出たよね。はい、2回ぐらいで。2回。おー、さあ持って。え、どうですか、胸尾さん。ゆっくり持って。ドラグ締めで。あ、いる。引っ張ってる、引っ張ってる。合わせろ、ガッチリ合わせる、少し。あ、あ、お、お、お、
どっちよ、どっちなの？来てる来てる、ゆっくりだよゆっくり、ダメだよ、落ち着いて落ち着いて、ほら暗くて見えないんだから。ちょっと待って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 、エイだエイエイカサエイだエイ、ちょっと待って、エイだエイ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 、もうそのままいけるわ、お前だったらいける。あ、なんだちっちゃちっちゃ、ちょっと待って、ちょっと待って、危ねえ、か、返そうもん、ここにあげろ、ここにこっちに置いて、うん、一回下下下下、あれ、あれちょっと待って、巨大ない、全然ちっちゃい、カズさんライトつけてください、はい、あれあれちょっと何これ、エイだけどちっちゃい、おもっとライン出したら、うん、え、こんなエイ、はい、見たことねえぐらいちっちゃいぞ、あれちょっとこれでヒレはいらねえかな、俺も。ちなみにどうですか感想は。いや巨大すぎて、もう俺ごと持っていかれるとこだったよ。かわいいな。プッって言うんでしょ。いやもう今言ってるよ。おお、さすがカズさん。あ、カズごめん。これが部長の釣り。ちょっと今もう一回じゃない。はい、せーの、はい、釣りましたよ、 A の魚拓です。これ毒ない、ビビったマジで、ヌメリタだ。ビビって本当にロッドが折れると思ったよ。そうな、ください。アップル釣りチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。今日は久々の七ヶ浜のね、泳がせ釣りにやってきました。そしてやっと部長もね、泳がせで釣ることができたんで、まあデビューしたということで、あとはみんなに追いつくように、ヒラメ、マゴチ、スズキを釣ってみんなにすぐ追いつくように頑張るので、どうぞよろしくお願いします。それではバイバイ。完璧だ。はい、ありがとうございました。じゃあ閉めますね。閉めますね。で、ということで自宅に戻ってきましたので、ですね、エイの皮剥いてますので、これから塩もみしてぬめりを取ってですね、